黒猫ゲームズ見てね。黒猫チャンネルへようこそ。ヒョッピーです。黒猫は撮影中です。はい、これは先日いただいたティティウスシロカブトなんですが、元気にね、餌食べてます。ガブガブってね。今日はティティウスシロカブトの方をペアリングしていこうと思うんだけども、うん、初めてのペアリングなんでね、まあでもカブトだから簡単かなと思ってるんですけどね。カブトもね、ペアリングしたことあった動画ではない気がする。うん、日本のカブトはね、勝手にペアリングするから、ね、夜うるさいんですよね。ギチ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 って言ってね。だからね、はい、初めてですね。うん、外国産のカブトはね、初めてなんですよ。はい、じゃあ頑張ってペアリングしよう。おーおう。オープニングにはね、チョッピー出演してくれたんですけど、今チョッピー寝ちゃいました。で、ここでね、ちょっとペアリングしていきたいなと。やっぱ足場がいるんじゃないかなと思うんでね。はい。ここでペアリングしてみたいと思います。まずは、メス、投入。はい。どうでしょうか。はい。オスの方をね、押していきますよ。この辺でいいかな。ちょっと見せてみましょう。優しくね。20分が経過しました。触覚は動いてるんですけど、まだ交尾行動には映っていません。メスも特に嫌がってるって感じではないんですけどね。さっきよりも触覚は動いてるんですよね。どうだろうか。かれこれ、30分ぐらい経過したんですけど、全く交尾する気配ありません。触覚はね、ほんとすごい動き始めたんですが、今日はこれ、ダメかな?もう少し様子見てね、何も起きなかったら今日はやめておきます。今日はね、やる気ないみたいなんで、また明日再度挑戦します。ティティウス君お疲れ。ちょっとね、ダメだったかな。はい、ちょっとゆっくり休んでて、また明日ね、再挑戦させてください。撮影2日目でございます。はい、今日はアマゾナイトが一緒です。はい。さあね、優しく、そーっと、置くのがね、コツだと思うんでね。あまりね、びっくりさせないようにね、まずメスを置きまーす。かわいい。はい。そして、で、ディティウスの。オスの方を、気をつけて、オスの方から押して、置いていくわけだ。オスボス気をつけてね。そうね。びっくりさせないようにね。そーっと、そーっと。そーっとね。そーっとそーっとピアリングしてちょうだいよ。と、乗せるわけだ。あ。ティティウス。はい、そーっと乗せるわけだ。あ。ごめん、もうダメかもしれない。ティティウス、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 そーっと、そーっと乗せるつもりなんだ。俺はそーっと乗せるつもりなんだ。もうダメかもしれない。ティティウス、必死だ。はい、そーっとね。はい、こう。あ、来た。いいんじゃないか?あ、あ、
んじゃないか。ズームするよ。お、触覚ピクピクしてる。触覚がむちゃくちゃピクピクしてます。ティティちゃん、君なかなかいい体してるね。あ、なんか匂っ、明らかに昨日と違う感じがする。頭動かしてるよね。うん、明らかに昨日とか違う感じがする。メスがその気だったらもっといいんだけど。今日は期待できるんじゃないかな。なんか触覚ピクピクしてもごもごしてるね。頭も動かしてる。うん、ちなみに昨日はここまでは動いてなかったね。でもね、昨日はね、このままね、40分近く固まってたからね、何も起きずね。お？お？足動いた。ん？お？ん？お？ん？お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 ？は？は？え？は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 ？お？それ、反対じゃない？それ反対じゃないよ、お前。すいません、それ。前後反対なんですけど。違うよ。ティティウスくん。それ、反対だよ、じゃあ、ティティウスくん。いや、ティティウスくん。それ、左右、前後反対だよ、ティティ。何やってんの？ティティウスくん。それ、違うよ、前後反対だよ。それ前だよ、前。それ、顔だよ、そこ。わぁ、気づいてくれるかな？大丈夫かな、ティシュース。いや、そっちじゃないんだけどな。慣れてないからかな。ティティウス？そっちじゃないんだよ。やる気になってくるだけは。やる気になってはくれてるんだが、向きが違うんだよね。向きがね。うん。やつだけダメだよ。何やってんだこいつ。違うよ、ティティウス。ちょっと触ってみろ。わわわわ。お前、ティティウス、それ違う、違う。ティティウス、そこじゃないの、ティティウス。ティティウス。そう、そう、そっちじゃない、そう、こうだ、こうだ、お前。なんじゃないの、ああ、お前、お前くさい、お前そっちじゃないの、そっち頭なんだよ、ティティウス。それから、服は出てるよ。服は出てるよ、それから。違う、あれが、交尾のあれだよ。そうなの？そう。マジで？もう最悪やん、もうこいつ。ちょっと、ティティウス、反対だよ。ティティウス、こう。こうだよ、こうだよ、そうだよ、そうだよ、はっ、あっ、うまいこと言った、うまいこと言った、あ、うまいこと言った、ティティウス、さすがだ、ティティウスくん、あ、頑張った、ティティウス。うまいこと言ってるみたいだね。よかったよ。一時はどうなるかと思ったけど、一時はどうなるかと思ったんですけど、うん、ティティウスなんか勘違いしてですね、メスのね、頭の方にね、と交尾しようとしてね、そっち頭だよっていう感じだったんだけど、頭だよ。今なんかうまいことつながったみたいですね。よかったっすね。うん、さあ、あとは頑張って交尾完了まで待つだけだけどね。うん。
今度はね、ティティウス君を前方から撮ってます。なんとも、あれだね。しかし、繋がってるんだけど動いてないよね。触覚は動いてるけどね。だいぶ触覚は動いてる。うん、こんなもんなのかな。触覚がピクピクしてます。後ろの方からね、ティティウスを撮ってます。後ろの方から見たらこんな感じなんだよね。いやー、なんかなんか面白いな、なんとも言えない姿だな、これ。ほんと、なんとも言えない姿だわ。ちょっと動いてますね。頑張れ、ティティウス。頑張れ。ティティウスくんが頭を激しく動かし始めました。ヘッドバッキング？ヘッドバッキングだね。静かだね。むちゃくちゃ静かだね。うん。アマゾナイト。ん？アマゾナイトが幼稚園の頃、毎日のようにカブトを取ってきたの覚えてるか？うん。あの時はね、ちょうどその街灯が LED に変わる前だったので。だいぶ集まってた、ね。そうなんだよ。山一つね、車でね、越えたらね、1日で10匹ぐらい取れてたんだよね。もう虫かもなんかうじゃうじゃいじゃん。あっという間に50匹以上飼うとか増えちゃってね。毎日交尾だらけだったよね。すっごいうるさいんだよ。そう。夜なんかギシ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 ってどっか壊れてるんじゃないか言おうとしてます。寝れないぐらいうるさかったよね。ブーンブーンギシ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 ブーンそれを考えると、ティティウス君むちゃくちゃ静かですね。これ、ちゃんと交尾してるよね。多分ね。いやでも、うん、ティティウス君は飼いやすいかもしれないね。うん。夜のほううるさくないから。うるさくないよね。交尾開始から20分が経過したけども。はい。未だに静かに交尾は続いております。これ押すって動くんじゃないのかな。そういうイメージだったんだけどな。国産のカブト見てたらね、そういうイメージだったんだけどな。まあでもこれ多分交尾してるんだよな。多分な。うん。一応ね、動画見てる人でね、これ交尾成立してるのって思う人がいたらまたねコメントください。はい。交尾が始まってから30分経ちました。まだやってますね。結構長いですよね、交尾ね。うん。1時間ぐらいするのかな。大丈夫かな。このまま観察を続けます。はい。交尾始まってから50分経過しました。アマゾナイトもう寝ちゃいました。ティティウス君交尾長いっすよね。1時間ぐらいかな。全く終わりそうな気配ないんでね、ひょっとしたらねこのまま2時間とかいっちゃいそうな気配がしますよね。終わりかな？ちょっと動きましたね。あ、終わりじゃないですかね。いやー、長かったね。1時間と25分、交尾してました。お疲れ様でした。無事に交尾完了しました。うん、メスもお疲れだね。オスも疲れただろうけどね。途中ね、
後ろと前をね、勘違いしてね、頭の方にね、頭の方で交尾しようとしてね、ちょっとびっくりしましたけどね。なんとか無事に終わりましたね。はい、お疲れ様でした。それでは、まあ、とりあえずはね、2週間ぐらいはたっぷり栄養を取らせて、それから産卵セットを組んでいきたいと思います。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。さよならー。